ザー7人がスタート地点に揃ってきました。人気の中心は2番車鈴木みのり選手となっています。さあそれでは早速ですが対戦メンバーをご紹介したいと思います。6レースガールズ競輪予選の1つ目です。1番が地元青森佐藤由香です。2番が静岡鈴木みのり、3番福岡森美樹、4番茨城荒川光、5番が香川宮内愛、6番が福井の梅田優希、そして7番が愛媛日野優希。以上7選手の対戦です。デビュー戦で見事に完全優勝を飾ったという静岡の新鋭2番の鈴木みのり、ここ青森は初めての参加となります。前走の竹尾では予選を連勝、連日の1番人気に応えていましたが、ここも機動力最上位の一戦です。人気の中心となりました。直前に私は決勝進出を外していますが、予選での絡みは少なくなく、時折こう差し足も発揮できています。4番荒川光、前回は初日の失敗が響いた形になったんですが、今回初日決められるかどうか。そして地元1番車佐藤由香です。地元の正規配分は4回目、1回目は7着3回取ったんですが、前回と前々回は決勝に乗っています。今回はどんな結果を残すか、まずは注目の初日です。6レースメンバー全形成に入っています。ガールズ競輪予選の1つ目、号砲なってスタートします。さあ序盤の一人です。スターター外枠5番の宮内愛、そして6番の梅田優希と前に上がっていきました。2番の鈴木みのり初手の一人どうでしょうか。現在は2番手付近、1番の佐藤由香、まず直で行こうというところで続いています。スタートいった6番梅田優希がこの後ろで3番手に収まるか、そして内から3番の森美希が盛り返していきまして、森がまず、鈴木佐藤この後ろの3番手という状況になっています。6番の梅田優希結局5番手になって、4番の荒川光、こちら人気対抗格ですが現在初手6番手で、一番後ろに7番の日野優希の序盤戦です。レースは2周回目に入っていきました。まず5番の宮内愛、こちらが1番先頭です。ここは青森は初登場の新人、ここはまずはしっかり追走からというところなんですが、スタートいってまず前で受けています。2番人気の中心鈴木みのりが2番手、直で行こうと1番佐藤由香が2番手、そして3番の森美希がこの後ろ、さては鈴木の3番手という状況になっています。青森は昨年9月予選2着2回で決勝に乗って以来の参加です。3番森、前回の最終日は狙った位置を取り切って確定馬を挙げていましたが、調子は上向いているかどうか。6番の梅田優希はこの後ろで5番手のスタートです。近畿の枠は3本、一般戦では自力でも絡んでいます。前回うまく追走はできなかったんですが、ここは地足を生かして前に踏んでいくレースをするかどうか。この後ろは人気対抗格4番の荒川光が続いています。一番後ろから7番の日野優希です。プロ3年目の女子4期生、徐々に点数を上げて今直近で51点台に乗せています。前走の西武園では要所で踏み遅れていたんですが、粘り強く立ち回って決勝に乗っていました。さあジャンの3コーナーです。2番の鈴木みのりが2番手、どこから行こうかというところなんですが、1番の佐藤由香が近づけ、ここに4番の荒川光がさあ追い上げてきて、ジャンの4コーナーからホームに入ります。さあここで先行体制に入ります。2番の鈴木みのり、2番手はどうか、インコース盛り返して1番の佐藤由香か、外並走か、4番の荒川光ですが、ここで1番の佐藤は3番手です。2コーナーからバックに入っていきます。先行は2番の鈴木みのり、こちらが先行体制に入っています。4番の荒川光追い上げてうまく2番手を取って、1番の佐藤由香は3番手に食い下がって、アウトコース7番日野勇気、さあ外並走ですが4コーナーから直線です。先頭は 2番の鈴木みのりです。後ろから4番の荒川光、さあ荒川詰めていきますが、今の鈴木が押し切ってゴールです。2番4番そして7番の体制です。6レースガールズ競輪予選の1、勝ったのは人気に応えました2番の鈴木みのり、先行してそのまま粘り込んでいます。決定まではしばらくお待ちいただきたいと思います。さあ6レースですけどね、はい、佐藤選手もねしっかりこう後ろ狙っていったんですけどね、けどね、もうちょっと厳しくいってほしかったですよね、はい、荒川選手を入れた分、はい、それが4コーナー響きましたよね、はい、という話なんですよね。ちょっとホームでね車輪かかってましたからね、はい、あそこは前踏んで荒川選手を外にする、べきだったのかなという感じがね、感じのレースでしたけどね、ありますよね、はい、はい、まあ、荒川選手すれば、まあ、
うまくいったなっていうところですね。そうですね、まあ、佐藤選手が、うんまあ、引いてくれるような形になりましたからね、うんまあ、結構休むことできたんで、うん、逆転もあるのかなというふうに見えましたけども、うんはい、やっぱりね鈴木選手が展開有利でしたね、はいうん、あと7番の日野選手もねずっと外並走でしたけど、はいまあ、これが粘り強さをね、そうですね、はい、発揮しましたという状況で6レースゴールマンの体制をご覧いただきました。決定までもう少しお待ちいただきたいと思います。ガールズ競輪予選の1つ目でした。さあ川手バンクでは7レースの選手紹介です。ガールズ競輪予選の1つ目のカードということになります。この7レースの対戦メンバーをご紹介をしていきたいと思います。7レースはまず1番車新潟の田中真由美選手です。2番が愛知斉藤由紀選手、3番は地元青森から加藤めぐみ選手です。4番が埼玉高橋理香選手、5番が岡山三宅玲奈選手、6番が栃木の荒牧里美選手、そして7番が大阪門脇真由美選手。以上の7選手によって7レースガールズ競輪予選の1つ目が争われます。7レースの発走予定時刻は1時53分です。決定1着2番2着4番3着7番。お客様に青森競輪第6レースの払い戻し金をお知らせいたします。1着2番2着4番3着7番車番2連勝複式2番4番170円車番2連勝単式2番4番160円3連勝複式2番4番7番240円3連勝単式2番4番7番450円ワイド2番4番120円2番7番130円4番7番190円それもどうかなっていうねない感じしますけどね、はい、さあ番組は6レース勝ちました鈴木みのり選手が登場して一着勝利選手インタビューということになります。今回の初日は先行逃げ切りでいいスタートを切っています。それではお声を伺います。1着おめでとうございます。ありがとうございました。今日は先行しての1着でしたけども走った感じいかがですか。そうですね、体調すごくいいと思うので明日からも頑張りたいと思います。そして青森は初めてですよね。はい、初めてです。印象いかがでしょうか。バンクはそうですね、走りやすいと思うんですけど結構気温が下がってるのでそこら辺体調管理難しいなって思います。それではもう一言いただけますか。はい、連日応援ありがとうございます。明日からも頑張るので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。それではファンの皆さんにプレゼントをお願いします。6レースを勝ちました静岡の鈴木みのり選手の1着勝利選手インタビューでした。やっぱこうね気温が下がっている、ね、はい、まあ、当然ですよね。ちょっとこうその辺をねしっかりこう体調管理して、はい、アップの時間も長めにしてっていうところですよね。